ていうかね、来てやりたいです。よろしくお願いします。Mother used to burn and flame.
はい、どうもありがとうございます。古い曲なんですけども、デビッド・アランコっていうね、ちょっとパンクのカントリー歌手がいまして、その人の歌った唯一のこのバラードの曲ですね。あとはめちゃめちゃなロックばっかりですけども、この曲は本当にいい曲だったと思いますね。今度ちょっともうちょっとスローなバラードで、エディ・アーノルド、古いカントリー歌手がありますけど、知りたくないのとかいろいろ歌いましたね。その彼が歌いました You Don't Know Me っていう、これは皆さんご存知の曲だと思いますけど、これを、マイクロ・バブロスとかいろいろ今バージョン変えてやっておりますので、それをちょっと聴いてください。Thank you.
バラで円を描いてあるんですけど、うどんのみで、ものすごく綺麗な曲ですけど、どんな内容は悲しい曲ですね。それでは踊っていただけませんね。調子的に皆さんお疲れですか、ね。行きましょう。Thank you.
Your
が恒例の歌で、He said, I'll love you till I die.
First time I see him, my name clear. He's stuck loving her today. They're quite straight. One last time. We all wonder if she will. It kept her running through my mind. This time is all right.
レートなのから、レフティフリーゼールを歌いまして、ジョージ・ストレートにとってはあの時代はもうジュークボックスで流れるのは、大スターのレフティフリーゼールの曲ですね。それを彼はずっとジュークボックス、1000とか2000とか貯めて、音を出して真似て歌ってたり、そういう曲ですね、思い出の曲。でももうレフティはもういない。It might write Refty's gone. これ聞いてください。Seduced you from this
楽しく歌うことができて皆様と観覧することができました。またこの機会、次の機会にね、読んでいただけますようによろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。質問は自分なんていう役をしていただきます。座ってやってますので、手拍子いただきましたということはアンコールでよろしいでしょうかね。ありがとうございます。そしたら今スローの曲で終わりましたので、派手に行きましょうかね。
Yeah.